2012年1月14日に控えた台湾総統選挙。近日、中国国務院台湾弁公室報道官は、一つの中国で合意した92年合意がなければ、中台関係は交代すると公言しました。現職の馬永久総統への支持を公けには表明していないものの、その影響は明らかです。近日実施されたアンケート調査では、 37%の有権者が中国当局の介入を危惧しています。中国共産党の台湾選挙への介入に対し、新台湾国策はアンケート調査を実施、37.8%の有権者が介入が深刻であると回答。一方、それほど深刻ではないと答えたのは44%だったそうです。北京方面特 最近、中国当局が台湾企業家に航空券を提供、または政治献金リストを掌握しているなどの情報が頻繁に伝えられています。中国国務院台湾弁公室は台湾の選挙に介入しないと公言する一方で、中台間の政策においては、 たびたび自国の主張を強調しています。は就就国民党、民進党両党とも中国共産党の介入を望まないと公に訴えています。全閣僚らも外国政府要人を招き、公選団を組織するなど、台湾の有権者に声を出す場を提供しています。 新東人テレビがお伝えします。